お前に頼みてえのはスメラギが管理してるとある倉庫の潜入調査だ。実はこの倉庫デルンだとよ。デルン？幽霊だよ。ま、噂だけどな。いつからフェザーはゴーストバスターになったんだい？無敵のアームドブルー様とゴースト、気になる対戦カードじゃあるが、そうじゃ他にもちょいと臭い話があって事前に調べてみたんだな。この倉庫、地下にだだっ広い空間が広がってやがんのよ。もちろんオフィシャルには存在しないことになってるけどな。秘密の地下施設に幽霊か、いかにもって感じだね。ま、幽霊かどうかはともかく何が出るかわかんねえ。それも含めてお前にはその地下の空間を調査してほしいってわけさ。この部屋から地下に行けるはずだ。ちょっと待ってな。ポチッとな。いや、事前調査の時にちょっと爆弾をな。さて GV、その穴から地下の空間へ降りられるはずだ。警備の連中が集まってくる前に飛び込んじまいな。と穏便な方法はなかったの？いいだろ、手っ取り早くて。オーケー、無事潜入できたようだな。真っ暗だね。電気が来ていないみたいだ。近くにランプみてえなものは見当たらないか？そいつは非常電源の管理装置だ。その装置にお前の雷撃をちょちょいっと流してやれば、そのフロアに明かりがつくはずだ。ビームシールドには気をつけろよ。触れるとダメージを受けちゃう。どうも警備メカがうろちょろしてるみてえだな。ますますもっと気になして先に進もうぜ。
撃力の差が多少は見えるけど。暗いと不平を言うよりも進んで当たりをつけましょう。でか。おう、ズーノってそんなに新人深かった。どうも軸が荒れてるみたいだ。鋭いトゲみたいになってる場所だ。大丈夫か？足を取られないようになるべく慎重に進んでくれ。こいつはプラズマリフターだな。電気エネルギーを動力にして進む乗り物だ。ということは雷撃にも使えば。非常電源があるかも。見落とさねえよう注意しとけよ。このゾンビたち詰め上げの時どんな実験をすりゃゾンビなんてものが出来上がるのか。あなたは？僕はガンボルト。何でもやりたいのだ。私、スメラルの人たちに。でも気づいたら誰もいなくなってて。とにかくここから脱出しましょう。この奥に外に出られそうな通路が。でもゲートモノリスが邪魔していて。わかりました。あなたはここで待っていてください。その先にゲートモノリスか。とっとと壊してやろうぜ。ああ。
この場所は。大丈夫ですか？そうよ。この先の部屋は。待って。彼女、ゴーストにでも取り憑かれちまったのか。私、おい、GV、こりゃ痛い。通信切るよ。うん、やっと出られた。ちょっとあんた、何記憶なくしちゃってんのよ。ああ、ごめんなさい。その姿、スメラギの能力者か。そう、あたしは、いえ、あたしたちはエリーゼ。あたしは使えないその子に代わってあいつらの言いなりになるよう作られた別人格。うん、すみません。ここにいた他の人間はどうしたんだ？あら、途中で見なかったかしら。連中の慣れの果て。絶対の死すら覆す、この力。スメラギも欲しがるわけよね。だったら叶えてあげたの、あいつらの願いを。ああいう形でね。さあ、坊やも一度殺して私のおもちゃにしてあげるか。やめろ、無駄に争う気はない。やっ、私はただこの力を使いたいだけ。だってそれが私が作られた。こちら GV、ジーノ、応答して。おいおい GV、さっきはなんだよ、いきなり通信を切りやがって。無事なんだな。ああ、詳しい説明は帰ってからするよ。
チデン様、モルフォの居場所が判明しました。本当かい？それは良かった。そうだね。ここは念のために彼に迎えに行ってもらおうか。はっ、直ちに手配します。やれやれ、これでようやくプロジェクトが進むよ。この施設が無駄にならずに済んでよかった。ただいま、シオン。おかえりなさい、GV。ああ、突然お邪魔するよっと。エラク、お前は僕が倒したはず。ああ、やっぱそこ突っ込む？めんどいな。まあ、いつか答えなくても。君がモルフォちゃん？上からの命令でね、モルフォちゃん連れてくよ。はぁ、だる。さっさと帰って寝よ。待て、メレク！